はいどうも、パルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツツンです。とで今回は J1 第26節ですね、全試合プレビューやっていこうと思っております。よろしくお願いしますということでございましてですね、まあ全試合といってもですね、まあメインチャンネルでいつも上げている浦和とか九州勢以外にはなってくるんですけども、それ以外のゲームはプレビューしていこうと思っておりますね。そしてですね、まあさすがにちょっとレビュー動画は今回上げられないかなって感じがいいしており、まあちょっとメインの方ではですね、まあ動画上げようと、浦和とか鳥栖とか福岡とか大分長崎は上げようと思うんですけど、それ以外に関してはちょっと厳しいのかって感じがして、ではミッドウィークはねプレビューで一生懸命になるなって感じがしていますので、そこはご了承くださいということでございましてですね、まあこれサブチャンネルでございますね、メインチャンネルの方で浦和レッズや、他の九州勢中心にやっております。よかったらメインチャンネルの登録もよろしくお願いしますということでございまして、まずこちらからいきましょうかね。いいセレッソ対湘南ということでございましてですね、現在セレッソ大阪勝ち点30で、12位でございますね。直近5試合は1勝3分け1敗、そしてまあこの1勝は前回この横浜試合3対1で勝利したゲームでございますね。そして対する湘南ベルマーレは勝ち点22で17位でございますね。直近5試合は1分け4敗、そして前回対戦は清水にドローということになりました。まあウェリントン選手と、まあ、清水は鈴木優斗選手が決めたゲームでしたね。やっぱ湘南はもうちょっとウェリントンを中心にやっぱりどうやっていくかっていうのが鍵になってくるかって感じがしますね。まあ大橋選手も十分貢献できる選手でございますし、まあボランチでこの間出ていた田中選手もですね、後ろからしっかり組み立てることもできれば、強烈なミドルシュートも放つことができる、本当、まあ、外国人選手そして若手をいろんな選手をこう融合して今湘南いいチームになりつつあるんですけども、なかなか勝てない話でございますね。そしてセレッソはですね、まあ、この間本当久しぶりの勝利を挙げました、まあ、セットプレーからチアゴ選手が2発、そして坂本選手がゴールということでございましたが、さあ今回まあ横浜 C もですね、そもそも調子が良かったチームでございます。そこに勝てたのはまあ最下位横浜 C 相手であるんですけども、やっぱり好調なチームに勝てたのは、セレッソとしては大きかったのかという感じがしますね。そしてまあ今回から下に書いておりますけど AI シミュレーションということでございまして、これはフットボールラボさんのデータサイトですねに載っている AI シミュレーションでございます。これは過去の成績、対戦成績とか、今シーズンのお互いのチームデータを、まあ、これ比較したときにこういう結果が出ますよ、あくまで一つの指標でございますので、そこはねあんまりこうねがっつりはねこうね、あ俺負けんのとか、あ俺勝つのみたいな、こうねそこまで一喜一憂しなくてもいいのかという感じが、しますけど、一応シミュレーションでは湘南が2対1で、勝利ということになっておりますね。これはあの一応ですね、フットボールラボさんの、データサイトに行くと、まあこれ何回か正直クリックするとちょっと結果変わったりするんですけどもね、毎回結果は変わるんです。クリックするために結果変わるんですけど、一応得点者とか得点時間まで、出ますので、その辺ね興味ある方よかったら概要欄貼っておりますよ、かったら、見ていってくださいという話でございますね。はい、それ次でございますね、清水鹿島ということで開幕戦の再戦となりましたね。鹿島からしたら結構悔しかったの開幕戦の、再戦ということになりますね。そして現在清水は、勝ち点25で14位でございますね。直近5試合は、0勝3分け2敗、そして、前回対戦清水にドローということ、あ清水湘南か湘南にドローということになっておりますね。そして、鹿島は勝ち点41で6位でございます。直近5試合は、3勝2敗、前回は神戸に敗れましたね。ここ ACL 争いで非常に面白いゲームだったんですけども、まあ武藤選手があのアウトキックで、出したパスでございますけども、あれをまあ山口翔太郎が詰めるというそういうゲームでございました。で一応これまあAI シミュレーション清水が1対0で清水が勝つことになっているんですけどもね、まあ、ただ清水もね鈴木伊藤選手がいいですね。まあこの間左サイドで起用されましたけど、やっぱこの選手ゴール前での落ち着きとか、非常にあります。なんだけやっぱねトップスピードとか、まあ、あんだけのスピードでゴール前まで走り込んできていて最後浮かすみたいな、まあ、冷静なところもあります。本当そういうことで鈴木選手、まあ期待大ということでございます。本当今後注目の選手になってくるんじゃないかと思う。まだ19歳なんですね。そしてまあ鹿島もですね、まあ、センターバックの犬飼選手が本当いい縦パス通すんでね、この選手がどんだけこの、鹿島のビルドアップのところどう崩せるか。そしてだマッチプレビュー賞か、先週のダゾンのプレビュー賞で清水さんですね、サッカーライターの清水さんが鹿島がストーミングかっていう話をされていましたけど、本当ねようやくこのねストーミングっていう言葉が日本でも浸透してきたのかって感じがしております。まあ本当、清水さんも言ってましたけどカオスという話をされてましたね。清水さんはカオスといって表現されてましたけど、まあ、その他の言い方をするという本当嵐のような攻めっていう話でございますね。要はまあ
多くの選手が絡んでハイプレスをかけてボールを奪って、そこから一気に駆け上がってカウンターを仕掛けていくみたいな、今度嵐のように奪って嵐のようにゴールに迫っていくみたいな、そういうイメージのかで感じがします。だからこれ鹿島とか FC 東京とか本当ね、このね、まあ、先陣を切ってこの日本で、ストーミングサッカー完成させてほしいなと僕も正直それを思っていて、今本当川崎が本当ねいいサッカー見せてて、マリノスもポジションということで、本当この川崎とマリノスがちょっと抜けているような感じがするんですけれども、この2チームに勝つにはやっぱり一つストーミングサッカーっていうのが一つ鍵になってくる。まあヨーロッパでいうとやっぱリバプールとかね、本当ストーミングサッカーの代名詞みたいな感じだと思うんですけども、本当そういう意味でも鹿島に今のサッカーをまあ本当こう構築していって、J リーグのストーミングサッカーやるとこといったら鹿島だよねとか FC 東京だよね、いわゆるそういう時代が来れば、また J リーグ一個進化するんじゃないかと思っておりますけどもね。はい、次に札幌名古屋ということで、現在勝ち点36で8位でございます、札幌でございますね。で直近5試合2勝2敗の1敗、前回対戦大分にドローということになりました。でそして名古屋は勝ち点43で5位でございますね。直近5試合2勝0敗3敗、そしてタイヤ前回対戦福岡に1対0、まあ、あの久保選手のゴールで、勝利ということになりましたね。1対0で勝利ということで、あれは誰が止めれんのって話でございますけれども、と1対0で勝利ということになりましたね。そしてまあ札幌もですね、まあ、小頭選手が現在、3試合連続ゴール中ですかね。名古屋からしたこの、小頭選手はどうにか止めたいという話でございました。あと青木選手も調子がいいようですね。前回ゴールはなかったんですけれども、まあ、その前の FC 東京戦は2得点決めておりますし、この辺がやっぱりね、強烈なというか、あと J 選手も、前回もアシスト決めていて2試合連続アシスト中なんですよね。だからこの J 選手とやっぱ小頭選手のコンビはちょっと、まあ、J 選手がスタメンで来るか分かりませんけども、ちょっと名古屋も警戒する必要があるのかって感じがしますね。そして AI シミュレーションはドローということになりました。札幌名古屋 AI シミュレーションの結果、ドローということになりました。まあこのね8位の、札幌と名古屋勝ち点差でいうと、7か7なんですけど、札幌が消化試合1試合少ないので、まあ結構このね5位、8位、この差でもねこうパッと見た時に、あ結構差縮まって縮まってんなっていう感じがしていて、まあ、まだまだちょっと J リーグも、分からんちゅう、まあ本当順位がどこがどう入れ替わるか、ちょっと本当ね、まあ、この、まあ、3位以下ですね、3位以下本当、縮まっている状況でございますので、まだまだ、ね、目が離せない状況でございますね。はい、次徳島柏レイソルということで、現在柏レイソルは勝ち点23で16位でございますね。直近5試合は1勝1分け3敗で、前回浦和に0対1で敗るというゲームでございましたね。そして、柏レイソルは勝ち点24で15位でございます。直近5試合は、2勝1分け2敗で、前回対戦鳥栖に1対3で敗れておりますね。まあ柏レイソルもですね、前回鳥栖に1対3で敗れてはいるんですけれども、それまで本当非常にいい内容のゲームを見せておりました。まあゴールキーパーキムスンギュ選手も、調子がいいようでございまして、本当ね、まあ、怪我人とかちょっとまあ、前回上島選手がいなかったとか、ちょっとそこはいろいろあるんですけども、しかし今、レイソルもですね、ここからどう上がってくるかという感じで、まあ、瀬川選手はこの間調子が良かったなという感じがしておりますけども、まあ、そこですよね。だから瀬川選手とか本来は本当に力がもっと出せれば、もっと試合に絡むことができれば、このレイソルを勝ちに導けるような選手の調子がもう上がってくれば、レイソルも、ね、もっと上に行けるのかという感じがしますけども、しかし、まあ、何せよ攻撃は噛み合ってきているなという印象でございますね。そして、まあ、徳島は今週馬券が選手の加入が発表されました。まだね来日して数日なので、まあ、すぐ合流というのは、ないんですけども、まあ、このバケンガ選手が加入して本格的に本当最後残留争いのラストピースみたいな選手が、加わりましたので、そこまでこの、ね、バケンガ選手が合流して試合に出れるまでどんだけ徳島耐えれるか鍵になってくるのかという感じが、しますけどもね。はい、そして AI シミュレーションではね、柏レイソルが4対0、まあ、0対4で、勝つということでございます。本当になかなかに、ね、AI シミュレーションも派手な結果出してくれたという感じが、しますけどもね。はい、そして次、こちらが横浜 FC 対ガンバ大阪ですね。現在勝ち点15で20位横浜 FC ですね。直近5試合は2勝2敗の1敗で、前回セレッソ大阪に1対3で敗れているんですけども、まあ、この3失点のうち2失点はセットプレーからの、まあ、失点ということで、そこは改善すればまあなんとかなる可能性もあるのかという感じがします。まあ、それもその前の試合ですね、それ以前の試合が、調子が良かった、まあ、2試合連続かな3試合連続か、まあ、複数試合連続で無得点無失点か無失点試合が、続いていた横浜 FC でございますので、本当守備の状態はいいのかって感じがします。あとやっぱさっきの言った通り、やっぱセットプレーからのまあ守備のところ改善できれば、まあ、この試合面白いゲームを見せてくれるんじゃないかって感じがしておりますけれどもね。そして、ガンバも気づけば、まあ勝ち点30に乗せて、13位ということになっておりますね。直近5試合2勝2敗の1敗。そして前回対戦 FC 東京にドローということになりましたね。まあ何回かちょっと FC 東京を攻めるシーンがあって、ヒヤッとしたシーンもありましたが、ガンバ大阪もね、攻撃のところは結構ね、まあ順調に、まあ、だんだんやっぱ矢島選手とか、中盤山本選手のね、この、なんていうんですかね、調子が上がってきてるような気がします。あとは本当ね、攻撃陣が、決めるで、このレアンドロ・ペレイラとか宇佐美選手がもう一ギア、ね、もう一つギアを上げることができれば、この試合も勝利あるんじゃないかって感じがしておりますけどもね。で結
果 AI シミュレーションガンバ大阪の勝利ということになっておりますが、さあここ東口 VS そうか東口 VS、ブローダーセンというこうこっちはねなかなかゴールキーパー対決が熱いそんな試合になる気がしますけれども、そこのまあゴールキーパー対決も、非常に注目でございますね。前の動画でも言ったんですけど、プレビュー動画で話したんですけれども、やっぱりレベルの高いゴールキーパーが、いる試合、両チームいる試合っていうのは本当締まったいいゲームになりがちでございます。この試合も本当、まあ、ロースコア本当ねピリピリっとしたいい試合になるんじゃないかと期待しておりますけれどもね、はい。そして次、仙台 FC 東京ということで、これがラストですね。仙台 FC 東京現在、仙台勝ち点19で、18位でございますね。直近5試合3分け2敗ということでございます。そして、前回仙台は0対5、あれはちょっとマリノスが破壊力抜群すぎたという感じがしますけども、そういうことでございまして、まあ、あれはマリノスが強すぎたという話でございます。あれはしょうがないという感じが、まあ、これをと切り替えて、戦っていくべきかな。あのね本当にソビク選手が全くね、あのセアラ選手の2点目から、反応できなかった。本当あれはねスーパーゴールでしたしね、本当、ソビク選手が反応できないのも珍しいなという感じが、したそういうちょっとある意味ショッキングな、まあね、ゴールシーンでしたね。そして FC 東京勝ち点36で9位でございますね。で、直近5試合1勝2分けの2敗、そして前回はガンバ大阪にドローということになっておりますが、ちょっと FC 東京も後半戦ちょっとね、いろんな顔を見せますね。ほんと調子がいいのか悪いのかっていう話でございましてですね、まあ得点は取るんだけども、得点がね複数得点が入るとちょっと、失点が増えたりとかね、そういうね今度ねロースコア0点で抑えると今度こっちが点が取れなかったりとか、そこの、バランスが悪い、お付き合いしてしまうみたいな、感じになっているのでさ、これがどうなるかっていう話でございますね。そして、まあ、AI シミュレーションでと一応ドローという結果になっておりますけども、さこの試合もね非常に注目のゲームになってくるんじゃないかと思いますけどもね、はい。という以上になりますね。まあ、最初も言ったんですけど、おそらくレビュー動画まあ上げることは厳しいかって感じがしますね。もうちょっと今週はちょっとレビュープレビューでね、まあ来週もかしばらく終われそうな気がして、いろんな企画やりたいんですけども、なかなかやれておりませんけど、そこ、ご了承くださいということで、以上パルプンテジェリクサッカーチャンネルのつっつんでした。よかったらチャンネル登録します。さら。